私の父はとても変わった人だった。見たことない楽器にはまりだしたり、目玉焼きには醤油でもソースでもなくポン酢をかけていた。その変わった父は3年前にとてもポピュラーな病気で亡くなってしまった。そういえば子供の頃はいつもお父さんの後ろに隠れてたな。はあ、よく知らない人とか苦手だから話しかけないでオーラ出してるつもりなんだけどな。珍しいよね。そういえば私、初対面の人とこんなに喋るなんて初めてかも。あなたが釣って私が料理するの、きっとすっごく楽しいよ。吉永こいちゃん、同じ一組になったんだ。よろしく。おはよう山日。高校生になっても人見知りは変わらないね。再婚相手と連れ子さんと食事会あるんだ。え？はじめまして、みなぎ小春です。日和です。よろしくね、日和ちゃん。新しくできた家族はとても変わった女の子だった。